牧平啓太引退エキシビションマッチ2分2ラウンドで行われます。金色のガウン、そしてトランクスで入ってまいりました牧平啓太、33歳引退を決断しました。対角線に立つのは怪物、現在この K1 ジャパングループのウェルター級頂点に立つ男、野入正明です。石川さん、まず2人の姿を見て一言いただきたいと思います。いや、いいですね、2人とも楽しみな 顔してますね、はい、牧平選手体がいいですね、しっかり試合に近いぐらいちゃんと絞ってきたというふうに言ってました。2ヶ月で作ってきたとね、はい、話をしました。川原田選手、はい、同じファイターとして今この2人どのようにご覧になっているんでしょうか。自分、牧平選手とか渡部選手とかがやってた時のクラッシュが大好きで、うん、だからこのなんていうんですかね、このクラッシュを一つ超えたいっていうのも今自分の目標でもあるんで、だからそういう選手がこうやって引退するのを見るとなんかいろいろ感慨深いですね、うん、最後の4分間、最初の2分間が始まりました牧平啓太です。熊田さん、はい、熊田さんオープニングでもね、オープニングでもこう最後のね選手もいるっていうお話ありましたけども、そうですね、この試合のこの解説をさせてもらえるっていうのはすごく嬉しいですね、うん、そして生でこう牧平選手の蹴りが見られるっていうのも確かに感動ですね。そうですね、あ、今場内が一瞬どよむきました。2人がね、あのクラッシュの大会で戦ったのが甲子園を交えたの10年前、はい、でその10年後もこうしてね、ノエル選手は世界のトップにいて、確かにそうですね、はい、左がハイキック、そこでね、10年後逆に牧平選手はここで最後のリングに上がるってね、すごいことですよね、10年間ですね、はい、ですから10年前はノエルは18歳、はい、牧平23歳だったんですね、うん、そうですね、おー、ちょっと右のミドルに交代した牧平です。スーパーマンパンチ、あ、何か川原田さん、はい、ノイリがですね、こう牧平の攻撃を、まあえて受ける、あるいはこう最後に少し味わうかのようにですね、ガードしているようにも見えるんですが、そうですね強いですよね本当に、うん、あ、ローキック打っちゃってちょっと軸がブレたか。川原さん、ノイリの軸の強さもね、もう怪物ですからね、でも2人の共通点ってリングの上ではめちゃくちゃ強いんですけど、 お家に帰るともう目尻が垂れまくったお父さんなんですよ。確かにそこもすごく選手として魅力的で、うん、そんなパパかっこいいですね。強くてすごくてかっこいいパパですね、うん、きっとご家族も今日見に来てらっしゃるから、うん、4人のお子さんのかっこいいパパとしてマキラですね、はい、引退試合を、はい、頑張ってほしいです。最初の2分間が終わりました、まあ、石川さん、はい、牧平が引退を決断するに至った経緯の一つに、そのお子さんの顔をですね、試合後のダメージで認識できない瞬間があったと、はい、言ってましたね、話をしましたよね。これ、はい、我々ちょっとこう一般人ではなかなか分かりえない感覚なんですが、ファイターとしては分かる感覚。そうですね、はい、まあ、分かりやすく言えば脳がしっかりと判断機能できないっていう状態になって、つまり、ね、このまま やり続けるともっと悪くなってしまうんですからね。だけどやっぱりね、守るべきものがある人間として、これ以上リングに立つ仕方がなくなっちゃったんじゃないかという自分の決断になったんでしょうね。川原田選手は今チャンピオンでね、これからというところですから、その引退という部分は全く想像できないと思うんですけども、はい、その牧平の心中というのは察することできますか。そうです、まだ自分はすみません、まあ、全くね想像もできないところだと思うんですが、家族を持ってね、子供が生まれとかにありますからね。あ、なるほど、はい、さあ牧平、最後の2分間が始まりました。牧平選手の本当に、ね、自分を育ててくれたクラッシュ K1 のリングにね、しっかり恩返しをしたいし、最後伝えたいことがしっかりあるんだっていうふうに言ってました。話をしましたよね、ただそのね、そのちゃんと伝えられるかなと、ノイリ選手に壊されないように本当に試合のつもりで臨むんだって言ってました。ただ島田さん、今のノイリの右のローキックものすごいですよ、はい、そうですね、でも牧平選手世界一を本当にシンプルに感じたいっておっしゃってたので、うん、ノイリ選手も思いっきり行ってほしいです。そうですね、逆にね、はい、まあ、石川さん、そういう意味ではノイリもね、うわ今左のレバーボディもすごいボディですけど今聞いたんじゃないですかまあ解釈するつもりあるでしょうね、はい、そうですね、そういうね、甘いリングじゃないっていうのを最後ね、示しに来るかもしれないですね。そうですね、はい、自分たちが育った場所は
まあ、思えば第2代のクラッシュウェルター級チャンピオンがノイリ、そのノイリが返上したベルトを山本優也と争って巻いたのがこの牧平でした。そうでしたね、左右のキック、得意の蹴り技を出していきます。牧平がファイターとして登っている時間も残り1分を切っています。今フェイントを見せたノイリ、ボディストレート、うわ右のインローです。いやしかしこのノイリ選手、このねあのエキシビジョン、ね、スパーリングのように脱力している中でももう本当技術が素晴らしいですね。フェイントだったり体幹の崩れない強さだったり。残り30秒です。ファイター牧平啓太、うわーローキック、ね、牧平選手がいろいろ仕掛けていることに何にも、何も、ね、全然引っかかってくれない、動じないですよね。動じない、はい、さあ残り10秒です。牧平啓太プロファイターとして、クラッシュファイターとして思い残すことがないように、時間がない。ここで引退スペシャルエキシビションマッチ、ゴングが打ち鳴らされました。二人が抱き合います。この瞬間ファイター牧平啓太に終止符が打たれたことも同時に意味します、ね、この2ヶ月間本当にね、彼今引退後のいろんなことの準備をしながら、うん、だけどね、このノイリ選手とのこのために2ヶ月しっかり作ってきた、その背景を感じて信じておきますよね。ノイリ・マサー選手から一言コメントを頂戴いたします。はい、まずは牧平選手、現役生活お疲れ様でした。そんな最後の試合、まあ、エキシビジョンですけど、最後僕を指名していただいてすごい嬉しかったです。ありがとうございます。まあ僕の話は全然どうでもいいんで、まあ、牧平選手最後たくさん喋ってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではここでフォトセッションに移ります。二人が晴れやかな表情で一枚の写真に収まります。ノイリはしっかりと現役チャンピオンとしての凄さ強さを見せました。まさにですね、そして牧平は最後得意な蹴り技をしっかりファンの皆さんの前で見せてくれましたね。そうですよね。どんな言葉が交わされているんでしょうか。いい、ノイリー・マサー選手、牧平啓太選手に皆様今一度盛大な拍手をお送りください。ノイリー選手ありがとうございました。どうぞご登壇ください。なかなかノイリーを今後楽園ホールで見ることも、ね、できないですからね。そうですね、 K-1 チャンピオンの、ね、パフォーマンスを後楽園で見るのも、ね、なかなか難しかったですね。リングに残ったのは牧平啓太です。今日その入場ガウン、金色のガウンには感謝の言葉が記されています。